というわけで、エリア3のオクターンオーシャン、行きますか。オーシャンってことは海のステージだよね。カービィってさ、海のステージだとね、まあ自由に動けるっちゃ動けるんだけど。なんだ？なんだ1対1が。1対1のつもりか。ファイター！うわもう海のステージって言っても、カービィはこうやって泳げるからね、普通に。あ、でも、あれか？泳いでるときってさ、ファイターのような攻撃できないのか。泡を吹くしかできないのか。ほら、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 ほら。なるほどね。でも泳いで進んでくるのは変わんないな。ファイターだから撃てんのか、これ。水中だと、あ、こうやって泳、十字キーで泳げる。オクターンだけあって、オクターンみたいなやつがいんな。うおー、下を失礼します。おお、上の時は浮き輪がつくんだ。かわいい。上の時は浮き輪がついて、下に行くとこれがつくんだ。すごい早替え術だな、もはや。早着替えが過ぎるぞ。わあ、びっくりした。でかっ。でっか。奥側から、これさ、ダバーンってくんねんな。でっかー。びっくりした。よし。海に基本的に潜ってかなあかんみたいね。あ、落ちないようにね。これ下行くと多分落ちるから。これ何？ポイズンとソードか。あ、空中の中でも剣振れる。へえ、コピー能力ごとにちゃんと、あるんだね。そういうのも。じゃあ、ワドリューが救援アイテムもらって。へえ。お！中ボスだね。ブロッキーじゃん！これさ、ここで勝てない？気づいたんだけどさ、こいつさ、ここで勝てない。あ、見つけちゃった。スマブラでもそうなんだよ。スマブラでもやっぱね、あの、下の方が有利なんですよ。わかるかい？君。スマブラでも下の方が有利論。ここでもね、上スマが当たるかのようにね。で、こうやってやるだけで勝てますよ。おいほら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 。一番かわいそうなボスだったぞ、ブロッキー今。大砲。おーおー。お、大砲。あ、で、向こうか。なるほどね。お、肉。せい！ソードで進んでいこう。せい！せい！合う！下り坂がすごいな。あー、これ下り坂って滑ったりできないんだね。こうやって行くしかないのか。あー、痛いな、もう危ないな。当たり屋みたいになっちゃったじゃん、自分が。やめなさいよ、自分が当たり屋みたいになるでしょうが。壊して、アイシーキューブ！よーし。いた！痛いなー、もう。これ、下り坂だと視覚効果的にさ、敵が見えなくなるの嫌だな、やっぱ。ほら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 。タコ女。ほらほらほら、回転しながら泳いでいこう。回転しながら泳いでいくのが一番いいな。よし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 。上はなんかあったり？なんかあるね。まあ、カービィってさ、やっぱさ、こうやってずっと何回も飛び続けられるっていうのがさ、特徴的だよね。だから、落ちるなんて死に方は普通ありえないんだよね。落ちるなんて死に方は普通ありえないんだよね。落ちるなんて死に方は普通ありえないんだよね。普通カービィやってたらさ、落ちるなんてことはありえないんだよね、やっぱね。何回か死んでるけどな。箱を壊すってわけじゃない。こっちは？あ、爆弾。爆弾ブロックある。お！来たねー、ロボット。さあ、ロボットの力見せてもらおうや。どう進むんだ？パンチ。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 
パンチ。おっと、ファイヤー。ほら、燃やしたで。持つ。え、持つこともできたね、今。今待って。持つことができるね。大砲を持つ。大砲を持つ。大砲を持つことができる。あ、いた！やるじゃねえか。ファイヤーで、あーだね。持つ。ここに下ろす。で、ファイヤーで導火線つける。急ぐ。乗る。そうすると発射されるね。おー、おー、いい、ワンナップ。ワンナップまで取れた。はい。あ、IC キューブ奥にあるよ。どうにかしてほしいね。あれ。これは？あ。え、取りたい。出てどんのあれ。やばい、取り方がわからない。前になんかすべきだったのか。あ、下に降りれるんじゃん、でも。下に降りれる、下に降りれる。これを持って、燃やして、乗って、これでいけんじゃない？ IC キューブ。見えてるけどさ、痛えな。見えてるんやけどさ、気にならない？こっち行ったらどうなるか。行け！行け、カービィ！そっちはゴルドーだ！痛い！あ、一回食らうだけでいいんだよ。ワンパンじゃないんだ。優しいな。もう、ゴルド昔はワンパンだった思い出があるんだよね。そう考えたら優しいな。ロボの力を振るっていけ！お！このタコも倒せるようになったか。この、こい、の、こいつ、おいら。ま、あいいや。このタコも倒せる！ふわっ！オッケー！おっと、ソード！いけ、ソード！ソードはいいぞ！ソードの破壊力に震えろ！なんだおめえは！おら！おら！ソードの破壊力！この破壊力！目に余るような破壊力！破壊力！やばいな、これは。これはすごいな。威力高いぞ。えい！降りてみるか。降りて、下に行こう。どっかに IC キューブある可能性あるね。これは。あ、奥にあるじゃん。なんか。こっちにある。こっちに IC キューブがあるから、これ取って、コンプリート。やったね。なんだおめえは。なんだてめえは。おお、なんだてめえは。うんだ、ふんだ、だ、ふんだ。うんだ、ふんだ。うん、なんだてめえは。うん、だ、ふんだ、だ、ふんだ。だ、ふんだ、だ、ふんだ。だ、ふんだ。なんだてめえは、ダフンだ、ダフンだ、ダフンだ！よし！勢いだけで進んでたじゃねえかよ。さあ、ここもプッシュで、ここよ！ゴー！オッケー！1まで着いたよ。テレテレレレテテン、テレテテンテンテ、テレテテ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 ！地味に今思ったんだけどさ、IC キューブの数が15個になってるんだよね。ってことは、多分5ステージあるってことになるよね。あ、ちょっと長くなったね。エリア3になって。じゃあ、2つ目のステージを行こう。なんだおめえは！この野郎、いきなり突進してくるとはいい度胸してんじゃねえか。ホイールあったらここ、バンバン進めんのかな？もしかして。だねえ。じゃあ、捨てるか。このトコピー能力捨てるか。これせっかくだからホイール使ってみるか。敵消して。じゃあホイールで走ってみよう。あー、ホイールでこれ走れそう。おー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 おなんか文句を言う暇もなかった。おっと、これカービィ、え、ホイールでどうなるの？え？曲が変わった。うわー、じゃ、うわー、すげえぜ。
この勢い、この勢い、もう俺も誰も止められないぜ。勢いそのままに進んでいくぞ。いいのか、アイシキューブだ。勢いそのままに進んでいくぞ。おい、おい、実況できねえぞ、これ。ついた。いけ、いけ、そのまま勢いだ。勢いで進んでけ、勢いで。おらおらおら、勢いだ、勢い。勢いが大事だ、こういうのは。だから実況っちゅうのね、勢いが大事なんですよ。ちょっと待ってー、痛い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 。勢いが大事。勢いそのまま進んでいこう。もう誰も俺を止められないぜ。勢いで進んでいけ。いいねー。完全に失踪してんな。あ、何この宝箱。ステッカー。じゃあ、今度はこっちだね。いけいけ、勢いだ、勢い。勢いで進め。これ何？ほう。へえ。あ、そういうのができんだ。あ、全然クリアしてない。全然アイスキューブ取ってないじゃん。あ、えってて、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 って。さあ、三面。三面といえば確かに、アジト犬が多いよね。ここもアジトか。水中のアジト？あ、ホイールにはなれないんだ。出るとできる。でもまあ、ホイールはいらなさそうだね。捨てちゃうか。よし、じゃあ。ここの遺跡の中に。あ、待って！強制スクロール、初めて来たね、この強制スクロール感。やばいな、強制スクロール面が来たか、いよいよ。いよいよ来たね。今までカービィでなかったのが不思議なぐらいだけど、強制スクロール面が現れたってわけか。で、スイッチを押して、なるほど。こっちの面に行ったときは、右に行って、裏面に行ったときは左に行くのか。それを活かしながら進んでいけばいいってことね。よし。わ、いいね。ビームも添えて裏側、いた！あ、あ、ダメだ！くそ！なるほどね。はい。星じゃないよ。星、宝箱。星じゃないよ。星宝箱。星。あっつ！いや、ちょっと待って、痛いんだけど。やばい。星。マイク！これは3回きりの能力だね。3回きりに強い能力。星。星は取らない。危ない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 。欲しい。で、ここに宝箱があると思います。そうなると。ん？おー、宝箱だ。よかった。アイシキューブ。よーし。今回はちゃんと取れるね。さっきみたいに勢いだけで進んでたらもう何が何だか分かんないからね。勢いだけで進んでるとろくなことにならないな。あ、強制スクロールじゃなくなったな。なんだこいつ、なんだこいつ、え、なんだこいつ、おら、下にロボットが。来た、シュッシュ。何、エスパー、エスパーどうなるのこれ。よー、ははは、念動力放射ー。
念動力をね、左右から放射するわけですよ。さあ、そしてゆっくり落ちていきます。落ちるなんて死に方普通ありえないんだよね。これがあったわ、はめる。はめなあかんわな、そら。めちゃくちゃやってたわ。自分見えやんだわ。見えやんわ。いや、勢いだけで進んでるのがバレてんじゃん。勢いだけで進むとね、なくなっていくんですよ。パンチ。しゃがむ。こっち行く。やっぱ勢いがね、やっぱ重要なゲームなんで。そのせいでね、落ちちゃうんですね。で、はめて回さないと、宝箱が今あるから、宝箱をここで止めて、宝箱を取る。よし、IC キューブだね。オッケー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 。で、ロボとお別れか。で、こっち行くと。あ、強制スクロールに戻ったね。こいつ吸い込んだらダメだろ。吸い込んでちゃう。でも吸い込んじゃう。スリープ。ちょっと調べてみよう。生命体にとって睡眠は欠かせないものであるが、その間何もできなくなり危険である。いろいろなボタンを入力すると早く目覚める必要がある。ということは?ですよねー。スリーパー吸い込んではいけないものだっていうの分かってたけど、つい、つい吸い込みたくなるよな、あれ見たら。いや、あれ見たら吸い込みたくなるでしょう。カービィやってたら。分かってはいるけどさ、危ねえな。リーフ!リーフシールドができるね、これで。リーフシールドができるから、リーフシールド中って確か割と攻撃を受け付けないから、守りに特化してる、リーフは。リーフ中は攻撃を受けない。せっ!で、スイッチを押して、壁を破壊して進んでいくわけな。リーフ。リーフ。リーフ。ああ !IC キューブ!あれ、向こうの取らなきゃダメだったんだ!ああ!取り逃してる。IC キューブ、あれ取りたかったな。あれ取りたい、あれ、あれ。だから、ちょっと待って。死なせてくれで、ここのボタンを押して、さらにここも押して、ここも押せば、向こうが繋がるよね。よーし、あった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 。まあ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 、ワン、ね、一気の重みとね、IC キューブ、どっち取るかって言ったら IC キューブですよ、僕は。よかったよかった。ここもコンプリートだね。マックス取りまーす。ドン、ここですよ。はい、完璧。いいんじゃない？オッケー。てれ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